テーマニュースフラッシュ。こんにちは。11月25日木曜日、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。本日も重症収葬のテーマより状況推奨を挙げさせていただきます。題して恵那の状況推奨版。まずは11月24日水曜日の立冬美穂の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から。私が見た時計ではシーウッドは6波論80秒台を切ってくる子が今週も出ています。ハンマイル50秒台を切る大馬さんも何とか出ています。ババ状態は良です。立冬反論のババ状態も良。1番時計は4波論50秒後でした。続いて美穂です。南ウッドはヤヨウも今週は5波論65秒台が早めの印象で、ハンマイル50秒台を切る子は出ていません。日本反論の馬場状態は良。1番時計は4波論50秒8でした。良ければ参考にしてみてください。まずは土曜日、阪神競馬場で行われる京都2歳ステークスより、1頭目は先輩馬と合わせ馬、こちらフィデルです。はい、1週前追い切りは立冬シーウッドで7波論95秒6、6波論79秒5、ハンマイル49秒8、ラスト1波論が12秒0をマーク。合わせたのは先輩馬のマカヒキ。確かに本馬の方が内を回っており、追われてもいますが高度計で自己ベストを更新。2週前にも7波論から消化できており、最終の反論もまっすぐ駆け上がり自己ベスト、負荷もバッチリで楽しみです。続きまして2頭目はシャープで好気配、こちら Today is the day です。はい、最終追い切りはシーウッドで6波論82秒4、ラスト1波論が11秒85マーク。首を使ってしっかりと駆け抜けました。3週前からシーウッドで6波論の時計を出しており、2週前、1週前では新馬調整時にマークした全体時計を更新する自己ベスト、仕上がりが良さそうです。続いて気になった1頭もご紹介いたします。こちらです。キャンベセントです。はい、新馬調整時もシーウッドでしっかりめに追われていましたが、今回も引き続きよく乗り込めています。1週前にはシーウッドで自己ベスト、最終の反論も馬内で姉妹までしっかりと伸びれていました。気になります。続きまして日曜日に阪神競馬場で行われる京阪杯から参りましょう。1頭目は迫力あり元気いっぱい、こちらデイハリアです。はい、1週前追い切りは美穂ハンドで4波論51秒0、ラスト1波論が12秒4をマークし自己ベストを更新。本馬も強めに追われていましたが、フットワークは元気いっぱいでした。合わせたのはいっぱいに追われた小馬2勝クラスの子で 0.4 秒追走して 0.7 秒先着しています。最終追い切りも半路外寄りを駆け抜け、今回全体的に姉妹にかけてのタイム感が良化しています。楽しみです。続きまして2頭目は復調気配、こちら大勢ビジョンです。はい、1週前追い切りは立冬シーブッドで7波論95秒0、6波論79秒2、ラスト1波論が12秒3をマーク。今回中7周となるのですが、3週前からシーウッドでしっかり時計を出していて、1週前の時計はこれまで7波論から追われたものの中では最も速い時計でした。最終追い切りでは6波論79秒0、ハンマイル49秒7、ラスト1波論が12秒2で自己ベスト。全体的に姉妹までのラップ感が以前より甘くなく、しっかりと足を使えています。巻き返しに期待したいです。続いて気になった1頭をご紹介いたします。こちらです。ミッキーブリランテです。はい、最終追い切りは馬なりでまとめており、本場の馬なりにしては姉妹までよく伸びれていたと思います。気になります。それでは東京競馬場で行われるジャパンカップへと参りましょう。1頭目は悔いなし、最後も高度計、こちらコントレイルです。はい、1週前追い切りはシーブッドで7波論93秒6、6波論76秒9、ハンマイル49秒1、ラスト1波論が12秒3をマークし、この週のシーブッドで1番時計。本馬も7波論から追われたのは初で、馬なりで合わせ馬を内から追いかけました。馬体が並ぶまでは自然と加速してしまったような印象ですが、ラストはやりすぎない感じで息も入っていて好印象。最終の反路でも3波論36秒台、2波論23秒台が出たのは初で、追われたらどこまで弾けるのかワクワクしました。
最後まで進化を見せてくれた印象です。続きまして2投目は叩かれ津軽さんアップ、こちらオーソリティです。はい、1周前は南ウッドで7ハロン99秒7、6ハロン83秒5、ラスト1ハロンが12秒5をマーク。前走調整時は少しだけ重たく感じましたが、叩かれて動きはより柔らかくなったように感じます。最終追い切りも南ウッドで6ハロン84秒6、3ハロン38秒1、ラスト1ハロンが11秒6をマーク。攻守の関節も非常に柔らかくて迫力満点。本場にしては姉妹の時計もよく出ていた方です。やりすぎないようにしつつ、日曜日にはいつも通りハンド入りもできていて、重さも感じない非常に良い状態かと思います。続きまして3投目は春から比較してたくましさアップ、こちらシャフリヤールです。はい、1周前追い切りはシーウッドで6ハロン83秒3、3ハロン37秒4、ラスト1ハロンが11秒6をマーク。姉妹まで集中して走れていたと思います。最終のハンドでも非常にリラックスした様子で、まっすぐと駆け上がってくる姿は目に留まりました。ダービー時の追い切りと比較すると、口向きやフットワークは良化が感じられ、前走のダメージは動きからは気にならなかったです。そして最後に気になった1頭をご紹介いたします。こちらです、サンレイポケットです。はい、ややエンジンのかかりが遅いのか、1周前のシーウッドでの追い切りでも追えば追うほどどんどんフットワークが迫力満点で伸びやかになる印象でした。感覚が詰まる中でも元気いっぱいなので気になります。ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。